ルイ2世は、フランドル博、ヌベール博、ルテル博、ウルゴーニュ博、アルトア博でもあった。父は、フランドル博ルイ1世、母は、フランス王フィリップ5世の次女、マルグリット。生誕地のマールから取って、ルイドマールとも呼ばれる。1346年に、父が百年戦争のクレシーの戦いで戦死したため、相続。 父に対して放棄したヤコブ・バン・アルテベルデに引きられて反乱を起こした都市の鎮圧に取り掛かり、1348年12月までに平定した。親フランスだった父とは異なり、イングランドへ接近しつつ、領土拡大を狙い、1355年に妻、マルグリットの父であるブラバント公、ジャン三世が死ぬと、妻の姉、ジャンヌの夫のルクセンブルク公。 ベンツェル一世に戦争を仕掛け、メヘレント・アントウェルペンを獲得した。しかし、徐々に、フランスからの干渉を受けるようになり、1357年に、フランス王ジャン二世の横槍で一人娘で、相続人のマルグリットを、ブルゴーニュ・コー・フィリップ一世と結婚させた。1361年に、 フィリップ一世が死去してマルグリットが未亡人となると、イングランドとの政略結婚を目論三1363年に、マルグリットを、イングランド王エドワード三世の息子ケンブリッジ博、エドマンド・オブラングリーと再婚させようとするが、フランス王シャルル五世が、教皇ウルバヌス五世に要請して、婚姻の無効を宣言、演談は成立しなかった。フランルを、イングランドのにさせたくないシャルル五世は、 弟で、ブルゴーニュ皇フィリップ2世とマルグリットを結婚させようと図り、ルイ2世は初め反対していたが、母に説得されたこと、シャルル5世が、リール・デュエ・オルシーを活用したことで、承諾、1369年にマルグリットとゴータン公を結婚させた。1375年、霊側の運河改作をめぐり、ヘントで反乱が起こり、イーペル、 ブルッヘもこうして拡大するとこれを鎮圧したが、眼鏡に抵抗するヘントが1382年に、ヤコブ・バン・アルテベルデの息子フィリップ・バン・アルテベルデを擁立して、フランドル軍を打ち破ると反乱軍が息を吹き返し、ルイ2世はリールへ逃亡して、無このゴータン公の助けを求めた。ゴータン公はすぐさま老いのフランス王シャルル6世の援助を受けて出兵、ローゼベ家の戦いで、 アルテベルデを打ち取り反乱を鎮圧した。2年後の1384年に、ルイ2世は53歳で死去。医療はゴータン公、マルグリット夫妻に相続された。1347年にブラバント公、ジャン3世の次女マルグリットと結婚、2男一女を設けた。カルメト、P446。モリダ、P215。佐藤、P37、P38。 森田 P216、カルメット P38、P59P63、佐藤 P78P79、カルメット P70P83、佐藤 P98P99、ありがとうございます。